古代史新設チャンネル邪馬台国と日本書紀の界隈。今回は邪馬台国の界隈を探索します。和人伝の新解釈11回目は和人伝の疑問を解消する新たな説を考えます。今回はこんな例からスタートします。東日本国にある東京郡から西日本国を調査に行った人が戻った後にこんな報告書を提出したとします。東京郡から西日本国の最初の国である名古屋国へは南西へ 300km ほどである。そこから大阪国へは南西へ 150km ほどである。そこから広島国へは東へ 300km ほどである。そこから福岡国へは南西へ 220km ほどである。そこから久留米国へは南へ20日かかる。そこから熊本国へは南へ1月かかる。熊本国は西日本国の首都である。この文章内の日数表記には大きな違和感があります。皇帝の説明に日数がふさわしくないのは一目瞭然です。報告書としても失格だと思います。これを参考に次の調査隊が熊本を目指したとしても福岡国から先の久留米国や熊本国の所在地を全くイメージできません。そう考えると和人伝の原始料となった軍師の報告書は本当にこんな風だったのかという疑問が生じます。こんな報告書で許されるはずがないからです。ではその報告書を参考に書かれたという鎮守の三国志和人伝はなぜ文国から東馬国経由で邪馬台国に至る工程を日数で記しているのでしょう。なぜこんなありえない工程記事になっているのでしょうか。単に報告書がこんなありえない文章を書いていたからそのまま流用したというのでしょうか。私にはそうならざるを得ない何らかの原因があったとしか思えませんでした。そしてそこに邪馬台国論争の謎を解く鍵があるのではないかと考えました。この日数を用いた不明瞭な記述については従来からいくつかの解釈論が提示されてきました。まず 1日の歩行里数が決まっていたという説です。これは前回も見ましたが後世の東陸店などを例に挙げて1日の歩行距離は50里などと決められていたのだという説です。しかしこれはちょっと納得できない説で、もしこのように日数が里数に換算できるのであれば鎮守は和人伝の著述にあたって里数を書き残すと思うのです。次に2、日数は和人からの伝聞だったという説です。これは文国から邪馬台国までの1300里に対して明らかに長すぎると思われる2ヶ月の日数は和人が誇張して語ったものであり、大砲軍師がその日数を鵜呑みにしてしまったというものです。しかしこれは大砲軍師は明らかに邪馬台国まで足を運んでいると思われるので前提が当てはまらないと思います。3つ目は3、和国をこの背後にある大国に見せかける必要があったという説です。これは三国時代に魏の敵国だった呉を背後から牽制するためにそう見せかける必要があったと考える説です。しかし鎮守が三国志を戦術した280年代には呉は滅んでいます。だからそのような意図を持った記述をする蓋然性はないと思いますが、もしそうしたいのであればこのような曖昧な日数表記に頼るのではなく明確な文言を用いて捏造すれば良いのではないかと思うのです。特に歴史家として優れた評価を得る鎮守が書いた簡潔、筆実、明瞭、正確だと高い評価を得た三国志だからこそ一層そのように思います。ではどのように考えれば良いかということで和人伝の疑問点を見ていくことにします。まず一つ目は道理という言葉に関するものです。このチャンネルで先に検証した重要ワードの道理です。道理は廃州の右近地域図の序文で人の歩いたあるいは進んだ距離のことであり里数で表されるものだと明確に定義されています。そして日数は道理ではないという結論に至りました。
すると和人伝の中に非常に不思議な記述が見つかります。邪馬台国までの記事を書き終えた直後の文章です。訳しますと、ここまで記してきた女王国、これは邪馬台国を指します。女王国より北の国々については個数と道理を記載できたが、その皇帝の傍らにある国々については遠く離れていたり隔絶されていて足を運んでいないので詳細はわからないとなります。ここで言及されている北の国々というのは、クヤカン国、対馬国、一大国、松羅国、糸国、那国、文国、東馬国の8カ国のことだと思われます。その国々の皇帝については道理を記すことができたと述べているのです。しかし日数は道理ではないという定義を適用すれば、文国から東馬国、東馬国から邪馬台国への日数を記したその直後に道理を記せたと書くのはとてもおかしなことです。真珠にあるまじき破綻した文章だということになります。ということで、まず一つ目の疑問点は A、文国以降に道理を記していないにもかかわらず記したと述べている点です。さらに謎を深めるのが廃唱詩の中がないという事実です。廃唱詩という人は三国志に陳寿の原文と同じほどの膨大な注釈をつけて429年に宋の文帝に献上します。廃唱詩は実に150種類以上といわれる文献を引用して簡潔な陳寿の文章に注をつけていきます。陳寿が書き漏らしたことや間違いはもちろん、大量の異文や自身の論評など実に広範囲に及びます。その注は和人伝の中にも見られます。詳細は省略しますが、一つは和の習俗を記した部分に、和人は正確な暦を持っておらず春に種をまき秋に収穫するという大雑把な行いを持って一年というものを数えているという義訳からの引用です。ちなみにこれは二倍年歴の根拠としてよく引用される部分です。もう一つは卑弥呼への下賜品を記した部分につけられた注で、使われている文字が誤字ではないかという廃唱詩自身の論評になっています。ですが和人伝の注はこの2箇所のみです。事細かに注釈をつけている廃唱詩が現在の邪馬台国論争の原因となっている日数表記について何の注釈もつけていないのです。後世の随書には和人は理数を知らず火をもってそれを測っているという記述が見られますが、和人伝の日数記事のところにはこのような注釈がぴったりだと思われます。さらにそれを進めて、この日数がどれほどの理数かを述べてもよいと思われます。しかし廃宗はこの不可解な日数には言及していません。ということで2つ目の疑問点は B、 廃唱詩が意味不明な日数表記に注をつけていない点です。大きく2つ取り上げましたが、他にも列挙するならC、 亡国が演説とされている点、これは21の亡国は演説だったと書かれていますが、2ヶ月先の遠いところにある邪馬台国まで行ったものが糸国とか那国の傍らにあった国々を遠いという字を使って演説というだろうかという疑問です。そして D、 2ヶ月間の経由国が東馬国だけという点、和人伝は文国まで経由国を余すことなく記述していると思います。では文国から邪馬台国へ行くのに2ヶ月もかかったのだとしたら、本当に経由国は東馬国だけだったのかという疑問です。以上のような疑問点を挙げることができます。和人伝は今見てきたように多くの疑問や矛盾を含んでいます。だから300年論争も終わらないのだと思います。ですが一つだけこれらすべてを解決できる仮説があります。それは文国から邪馬台国への日数の部分に合計1300里の具体的な里数が書かれていたと考える説です。和人伝の記事が例えばこんな風だったらどうでしょう。つまり文国から東馬国へは水行500里、東馬国から邪馬台国へは水行500里、陸行300里と具体的な里数が記されていたとしたらです。そうすると A の道理を記していないという疑問は解消されます。
陳寿が道理を記すことができたと書いているのはその通りということになります。そして文国までの1万700よりと合計すると1万2000よりとなり、数値を用いて和の地を記した3つの記述が全て整合することになります。すると B の疑問である廃唱詩が中をつけていないということについても、何の齟齬もない明瞭な肯定記事に注釈をつける必要がなかったのでつけなかったと推測できます。そして C、D の疑問も東馬国や邪馬台国がそう遠くない場所にあったということで何の不思議もなくなります。このように陳寿が280年代に完成させた三国志の和人伝には、邪馬台国まで全ての皇帝に具体的な理数が明確に記されていたというのが私の親切です。少なくとも廃唱詩が中をつけた429年時点ではまだ理数が記されていたのだと推測できます。だから廃唱詩が中をつけた三国志を完成させた後に日数に書き換えられたのだと考えました。もちろん書き換えられる理由があってのことです。その詳細については次回以降順次説明していきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。ではまた。